スマヤキチロウ1938年2月、ワシントン DC の米州機構本部で行われたデビスカップの抽選会にて、コーデルハルから支配を受け取るスマスマヤキチロウ9月9日から1970年4月30日は、日本の外交官、政治家。スペイン特命全権講師、衆議院議員。秋田県秋田市生まれ。 旧制秋田中学校を卒業後広島市半学校に進学するも一転して法律家を志し中央大学法学部に転学。卒業後、1919年に外務省入省。外国語6カ国語に堪能で、イギリス、ドイツ等の在外交換に勤務を経て、1927年、在中国大使館に当初機関として赴任。 在関東領事官領事等を経て、1932年、在上海日本公司官情報部長となり、対、小解析政権の情報収集に努める。その後、南京総領事に転じる。この中国での情報活動の経験から、情報の一元管理と総合判断の必要性を、通関、帰国後、同じ考えを抱いていた、山本56海軍次官と共に奔走し、 1937年、対外情報収集と対外広報を目的にした内閣情報部を設立する。その後、1939年、満州国在勤となり満州国外務局、情報部長を務める。日米交渉の行き詰まりにより、海戦は必死の情勢となる中、妻は親数軸的なスペインを拠点にアメリカの情報を収集することを構想し、 1940年12月、東機関を開設、その指揮のため自ら中スペイン、特命全権行使として赴任した。1941年12月8日の真珠湾攻撃から始まる台米海戦後、日本はアメリカ大陸の在外交換を次々と閉鎖させられたことにより情報収集に著しい支障をきたした。しかし、東機関は、 欧米の使用拠点に情報部員を送り込み、情報戦で多くの成果を上げた。1943年時点でアメリカの原爆開発まで抑えており、また太平洋戦争で激戦となったガダルカナル戦の最中、サンディエゴから現地に向かう船の数まで把握した。しかし、こうした情報は日本政府、軍部に活用されることなく、またアメリカは暗号解読によって、 マドリッドからの東機関による情報をすべて把握していたため、1944年半ば、アメリカによって東機関は壊滅に追い込まれた。戦後は、こうした諜報活動の成果が米国に警戒され、永久戦犯容疑で逮捕、拘留される。その後、1948年に不起訴処分で釈放。公職追放解除後、1953年、 第26回衆議院議員総選挙に、秋田1区から改新党公認で立候補し当選。1955年の第27回衆議院議員総選挙で、日本民主党から再選。自由民主党に合流し、1958年まで2期、務めた。1965年、国に当局日、茂光明受賞。妻は、スペイン講師業務の一方で、 1940年から51年のまでの6年間にスペインを中心とする西洋美術コレクションを形成した。そのコレクションカタログによると1760点あったことがわかる。さらにスペイン以前の勤務地で収集品も加わるため総数は2000点近くに上ると考えられる。その目的や資金原資に関しては謎が多い。スマガ、 全般容疑から釈放された後、スペイン政府から収集品の一部が返還され、スマコレクションと呼ばれた。このスマコレクションの一部は、1970年全国巡回の578点が長崎県に寄贈され、長崎県立美術博物館を経て、2005年現在501点が長崎県美術館に所蔵展示されている。 長崎県美術館では順次コレクションの調査、研究を進めており、その成果は図録や長崎県美術館研究企業などで発表している。なお、中国在勤中での中国美術収集は、スペイン美術を遥かに超えて1万点以上とも言われる。そのうち中国近代絵画971点は、1999年と2000年の2回に、 渡る遺族からの寄贈や購入により、京都国立博物館に収まっている。コレクションには、祖人山、巨国、斎白石、高賢父、高貴宝、陳樹人、女皮、大鳥、広史重長大仙など、近代一流画家を網羅し、作品の質も高い。さらに、個々の作品を入手した経緯や、作家に関する評価、分類、画壇全体の展望を、 コレクター自身が陳述した記録類がスマ家に大量に残っており、コレクションの価値を高めている。三信部東洋太平洋戦争、知られざる諜報戦ウェーブ歴史街道、PHP 研究所、2017年6月9日、AB、スマヤ吉郎、衆議院議員国会議員白書、東京大学先端科学技術研究センター、菅原研究室、 2012年8月25日閲覧。長崎県美術館 P273。スマヤキチロウ記述正常未編。資料紹介スマノート。中国近代絵画編。学奏第25号。京都国立博物館2003年5月20日。ピアニッシモ75から119。同資料紹介スマノート。中国近代絵画編。第26号。 2004年5月20日、ピアニッシモ、89から137。同、資料紹介スマノート、中国近代絵画編、第27号、2005年5月19日、ピアニッシモ、103から134。ありがとうございます。